おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ね、何の話をしていくかと言いますと、今週の SWCC で追加された新金トロフィー選手リーナ選手ですね。こちらの選手解説とおすすめスキル、移籍特訓先みたいなところをちょっと解説していけたらなと思います。リーナ選手、イタリアリーグスターズのイタリア国籍、セントラルディフェンスミドフィルダーダイナモの選手になります。まあ悪くないんじゃないかなっていうのが、正直な一言目の感想ですよね。まあ、ただ一個ね、懸念というか検討しなければいけないところは、イタリアリーグスターズってセントラルディフェンスミドフィルダー1枚しか置けないので、その1枚を本当にこの金トロフィーの選手に託していいのかっていうところはちょっとあるのかなと思います。ということで早速内容を見ていきましょう。総合値 12,784 ということで、ここに関してはもう本当にね、文句のつけどころがない高さですね。特徴は鎮圧でタックルとマークが大アップ、そして根性がついております。スタミナ減っても能力がとても落ちにくいということで、ここに関してもね、特徴3つではありますが、本当に何の文句もないような特徴構成ではないでしょうか。パスカットは上昇しませんが、実際ね、本当にセントラルディフェンスミドフィルダーってパスカットとタックルマークどれが欲しいですかって言ったらタックルマークなので、鎮圧があるのはすごく嬉しいですね。変にマークとパスカットとか、タックルとパスカットよりもタックルとマークの方が個人的にはね、セントラルディフェンスミドフィルダーとしては嬉しいです。はい、メインスキルはスパイダーマークですね。マーク特大アップでスタミナ大ダウンです。あとはキラーパスカット持っております。能力のところを見ていくと、マークが SB、パスカット SA、タックル PB といった構成になってます。スピードも AB で上がります。守備能力に関してもすごく高いですね。4655ということでかなり高いです。タックルの値がね、若干頼りないように見えますが、それでも4000弱ありますし、パスカットに関してはこちらは5000超えており、マークに関しても5000近くあるということで、ディフェンスに関しては本当に文句なしって言ったようなところじゃないでしょうか。スタミナ750しかないんですが、根性あるのでここもカバーできておりますし、スピードがね、3500近くあるので、かなり足も速いというところで、そういう面でもね、悪くない選手なのかなと思います。さあ、ただですね、リーナ選手、欠点もいくつか話していくと、まず1個目がスパイダーマークですね。スタミナ大ダウンがついてるのはすごく嬉しいんですが、ちょっとやっぱりね、本当にセントラルディフェンスミッドフィルダー1枚だったり、本当に守備的な動きをさせる中で、なかなかスパイダーマークだと厳しいっていうのがあるのかなと思います。なんでなのっていう話なんですけど、対象選手1人のスタミナを削るだけなので、例えばタックルを上昇する、ね、マークスキルとかだったら、マークした後にそのままタックルで奪ったりとか、パスカットしたりっていう選択肢があるのかなと思いますが、ただただスタミナを下げるだけなので、決定力を下げるわけでもなく、明確にゲームの流れを大きく変える守備ができるわけではないっていうのが1個欠点かなと思います。でもう1個目がタックル能力値が BB しか上昇しないところですね。あくまでもね、彼は金トロフィーの選手なので、なんていうのかな、そんな完璧を当然求めることはできないんですが、例えばね、いつも私が例に挙げるソクラテスとかだと、シュートが SAB なんですよね。本当に欲しいシュートが SAB で上がる中、タックルが BB っていうのは若干寂しいのかなと個人的には思います。悪くはないんですが、せっかくだったらね、パスカット BB でタックル SA とかだったらすごい良かったかなと思うんですが、ちょっとそういう性能ではなく、タックルが BB っていうところがちょっと寂しいところかなと思います。さあ、そうしたらですね、リーナ選手なんですけど、本当に仮に獲得して使っていくんだったらどういう使い方しましょうっていう話になると、基本的にはタックルスキルはもう必須ですね。できれば2個積みたいぐらいだと思います。タックル1個はやっぱりちょっと物足りないというか、若干不安かな。例えば同じセントラルディフェンスミッドフィルダーでいくと、ガットゥーゾがいてすごく分かりやすいと思うんですが、ガットゥーゾもね、カウンターのダイナモバージョンがあるので、ちょっとそのガットゥーゾと見比べながら話しますけど、総合値同じぐらいなんですよね確か。このカウンターガットゥーゾがマックス強化で 12,500 とかだったと思います。でダイナモなんですが
やっぱりねタックルに関しては2個は欲しいかなと思います。で、できれば相手のドリブルを下げるタックルが理想ですかね。ニーナ選手に関してはタックルが BB しか上昇しないので、例えばスタミナ削るタックルだとか、まあ、何かなんていうのかな、自分の例えばパスカットも一緒に上げるタックルとかっていうよりは、純粋にドリブル仕掛けてきた選手のドリブルを下げないとタックルしても取りきれないっていうことがあるかなと思います。なんで、まあ、あのストラグルタックルみたいなタックルでもいいですし、ファイティングタックルみたいなタックルでもいいのかなと思います。さすがにね、そこまでいくとそのタックルスキルの価値が高すぎるので、キントロフィーの選手につけますかっていうところと、そのスキル余ってる人ってガッツーゾ持ってんじゃないのって話になってくるかなと思うんですけど、仮にね、この例えばミランガッツーゾとか、ミランガッツーゾ、このガッツーゾ、今私が映してるガッツーゾはイタリア染めの時の確かガッツーゾなんですけど、ガッツーゾ出るでから差がつか始めて、カウンターのいいセントラルディフェンスミッドフィールダーいないけど、なんか戦術ガチャとかでこういう優秀なタックル余ってますみたいな方に関しては、ぜひぜひつけてあげるといいのかなと思います。やっぱりね、タックル能力本当に大切なので、できれば水にしたい、いいタックル水にしたいですね。ちょっとこうやってガッドゥーザと比べると明らかにちょっと性能を取っちゃってはいるんですけど、まあ筋トロフィーだからしょうがないかなというか、ソクラテスがちょっと強すぎたんですよね、おそらくね。ソクラテスが本当に強かったので全ての期待を背負ってしまったんですけど、筋トロ選手がね、私の中でですよ、ソクラテス級の選手が来ると思いきや、ロットも正直ね、いやお前ドリブル B かいみたいな、シュート SAB でドリブル B かいみたいなところでしたし、リーナに関してもね、タックル PB なんですかっていうところで、悪くはないんですが、ちょっとソクラテスが強すぎた問題ですね、これは。はい、っていうような状況かなと思います。ただですね、本当にさっきも言った通り、カウンターのセントラルディフェンスミッドフィルダーとしては本当に、ガッドゥーズと比較はできませんが、全然悪くないというか、かなりいい性能してると思います。ぜひタックル荷積みして使ってあげてほしいですね。で、移籍特訓じゃ何活かせますかって話なんですが、もともとね、マークスキルの発動率が大アップしているので、とにかくタックルスキルの発動率を上げてください。いいタックルつけて、いいタックルを発動させるということを徹底していただければいいんじゃないでしょうか。2つ目のところもね、できればタックル優先でいいぐらいです。パスカットに関してはそんなに優先的に発動させなくてもいいですよっていうところで、キラーパスカット自体が発動しても弱いよねっていうところと、でこの空き枠2枠のところにパスカットタックルって選択肢は基本ないんですね。っていうのもパスカット荷積みするぐらいだったらタックル荷積みの方がもう優先度が違いますので、ということを考えると、わざわざパスカットの、ね、発動率、むやみやたらに上げるというよりは、どっちかっていうときちんとタックルのスキル発動率も上げてタックルで固めていくっていうような使い方していただければいいんじゃないでしょうか。私は最近ですね、ちょうどソクラテスを獲得してですね、使っているんですが、やっぱりね、きちんと育てたら強いです。総合値も今ソクラテス 13,774 というところで、かなり本当にね、なんていうのかな、使っていて文句がないというか、弱いと思うことがない選手です。で、今回のニーナ選手に関しても、ソクラテスと同等クラスとは言いませんが、本当にね、使っていて、おそらくね、あ、これはもうこの選手ダメだわって思うことは正直ないのかなと思います。それぐらい優秀な選手だと思います。私個人的には本当にソクラテスとって後悔していないので、カウンターの CDM かけてる方はぜひ取ってみてはいかがでしょうか。ということでですね、ちょっと今回ニーナ選手の話をさせていただいたんですが、カウンターの DMF の話でいくとですね、実はタラダリもいるんですね。で、タラダリがクラッシャーなんですね。でニーナ選手これダイナモなんですけど、でタラダリに関してはタックル SAB なんですね。さっき私が言った、いやタックルがねって話をしたんですけど、実はね、でメインスキルテクニカルマークで、サブスキルハードタックルなんですが、実はプレスタ気にしないんだったら個人的にはこっちおすすめです。聖域であとマークとタックルが上がってるわけではないんですが、そもそもマーク SAB、 タックル SAB なので、タックル能力に関してはタラダリの方が高いんですよね。タックルマーク6000超えているので、何にも気にしないんだったらこっち取ってください。スパイダーマーク自身がそんなに価値が高いわけではないので、テクニカルマークとスパイダーマークの差にさほど彼らタラダリと今回のニーナ選手の差がスパイダーマークで埋まらないですね。
例えばスパイダーマークじゃなくて、まあ、ちょっと当然ありえませんがフェリアスとかだったらもちろんフェリアスマーク持ちでいいじゃんってなりますが、スパイダーマーク程度だったらこのタラダレ選手でいいのかなと正直思いますので、あのちょっとね、最後の最後にぶっこんできてあれなんですけど、こっちの選手を取るっていう選択肢もぜひ検討してください。どうしてもダイナモじゃなきゃダメなんですっていう方に関してはね、あのリーナ選手でいいのかなと思います。ということで今回ですね、こちら 新筋トロ選手リーナ選手監督させていただきました。ぜひぜひねご検討いただければと思います。ということでご視聴ありがとうございました。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。